黒いトランクスの杉田龍。はい、こんにちは。今回はアマチュアボクシング界で輝かしい成績を残しプロデビューを果たしましたが、期待に応えられなかった3名のボクサーを紹介いたします。最初に紹介するボクサーは名護昭彦です。全日本高校王者だった名護は白井具志堅スポーツジムにスカウトされてプロデビュー。その後順調に日本王者になり、無敗で世界挑戦までたどり着きました。名護昭彦はボクシングの名門興南高校時代には全日本高校チャンピオンになり、白井具志堅スポーツジムにスカウトされ、デビュー当時から注目されていました。名護の魅力は左右のパンチに威力があり、一発で倒すことができることです。連打も強く、特に右フックに威力があり、この右フックを見ると世界王者になるだろうと期待をしたものでした。初戦全勝の天才名護はついに世界戦初挑戦です。対する王者は雑草王者の戸高英樹。しかしこの世界戦によって名護のボクシング人生は崩れていくのです。ちょこんと打ちましたけれども、この試合は戸高英樹がヘススロハースから奪った WBA 世界スーパーフライ級タイトルの初防衛戦です。戸高陣営にはマット栗原がついており、十分に名護対策を練っていたのでしょう。この日名護の右フックはことごとく空を切るのです。日本戦よりも効きますよ、はい、このグローブは。いやー、名護は後手後手に回ってます。あーっとっと、これだと戸高にペース持っていかないですからね。戸高がよく強いストレートを打って、あ、名護の右フックに対してですね。おさあ、名護の右だ、名護の右入った。しかしこの表情、名護もちょっと微笑みを見てました。戸高の右軽く打ったところでゴング、第8ラウンド終了です。振ってきた、ストップして打った。残り時間ほとんどない、最終12ラウンド、両国国技館大歓声、チャンピオン戸高、挑戦者名護、戸高の右、最後は名護が大きく振ってゴングを聞きました。名護はこの一戦で敗れて以来精彩を欠き、消極的なボクシングに陥り、黒星が重なり、ついには日本ランキングから外れるのです。次に紹介するボクサーは石原秀康です。全日本大会準優勝に実績を引っ提げてプロデビューしました。デビュー戦では日本王者鈴木カバトを破り世界ランカーになりました。しかし3戦目で日本王者フェリプス小林に挑戦しますが、 KO 負けを喫します。石原はなんと3戦目でフェリプス小林の持つ日本タイトルに挑戦します。これに勝てば史上最短日本王座獲得記録です。フェレス小林は後に WBA 世界スーパーフライ級王者に輝く強いボクサーです。3戦目の石原には荷が重すぎました。いや立派なもんですよ、これはもう自分でもね、何か積み入れなんですよ、でもやっぱりフェレスの一番上ですね、その辺は。フェレスの一番がいいですね。フェレス小林に負けた後、元世界王者のヘススロハスにも敗北を喫しますが、19戦目についに世界 WBA 暫定王座決定戦がセットされ、WBA1 位のマーティン・カスティーロと戦ったのです。これはちょっとイメージの世界になってきますからね。石原攻める。石原もちょっと疲れました。石原もちょっと。これタイミングのいいパンチもらってきますよ。上げた。その後、王者となったマーティン・カスティーリョと再戦しましたが、判定負けを喫し、世界王者になれないまま引退したのです。しかし、
引退後は教員免許を取得し、中京高等学校で教鞭を取っています。そして田中康生を育てたのです。最後に紹介するのは、高校三冠王者として期待されていた金内剛です。金内は高校三冠王者として注目を集め、プロデビューします。デビュー後はファン戦目でつまずきますが、その後スーパーフェザー級王者決定戦まで勝ち進みます。この試合は金内の9戦目の試合で、韓国ランカーを迎えての一戦です。そしてラストファイトとなった日本スーパーフェザー級王者決定戦で杉田竜平と激闘を演じます。やっぱりそうですね、疲れてますよね。で、やっぱり金内君の動きですからね、はい、大きいパンチ食ってますからね、ダメージはあると思いますよ、はい、フライト。さあ今度はおかっと両者の打ち合いだ。両者の打ち合いだ。対戦相手の杉田はアマチュア経験はありませんが、元世界王者の畑中清会長の秘蔵っ子として着々と力をつけてきたボクサーです。右を軽く突っ立てました金内。ファイティング原さん、はい、逆に杉田はここはどういうふうにしのいでいけばいいんでしょう。杉田このままでいいと思います。やっぱり中へ中へでですね、細かい大振りしないでね、はい、金内の大振りしてきたところにね、中に入ってくるとか、これまでやってきたボクシングをあと4ラウンド続けるしかありませんね、はい、金内は杉田の手数と消耗戦でかなりスタミナを削られています。この頑張り最したもんですね、さあまだ後楽園ホール両者あーと杉田の右、ものすごい大コール。ここでゴング。第7ラウンド終了。このラウンド目は合わせませんね、はい、黒いパンツの杉田竜平。右のストレート、一瞬の出来事でした。一瞬の出来事でした。あっという間の出来事でした。あっという間の出来事だ。カウントアウト。一瞬のことでした。あっという間のことでした。こんなことがボクシングであるんでしょうか。なんと勝ったのは杉田竜平。94年6月6日解説、元ジュニアフェザー級世界チャンピオン畑中清さん解説の畑中ジムから初めての日本チャンピオンが誕生しました。